さんこんにちは、ちゃんまです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今ですねセリアで買い物してきて、ドラッグストアでもちょっと買い物してきたんですけども、さっき映ってたですねリップモンスター、はい、こちらのリップのご紹介をしたいと思います。こちらですね、今更なんですけども、一時期ね手に入んないぐらいすごい大人気のケイトのリップなんですけども、最近ねあるじゃないですか、ドラッグストアに。それでこの間1本買ってみたんですけど、あの落ちにくかったです。すごく落ちにくかったし、まあ溜めれば多少落ちるんですけども、うっすら残るから、あの食べる時の動画とかにすごいいいなと思って。でちょうどね、前の色はあの時につけてました。お姉さんと一緒にウェスティンで誕生日のプレゼントにランチご馳走になった時につけてたリップが前の買った色なんですけども、すごく良かったので今日は別な色を買ってきたんですね。で今回購入したのは05番ダークフィグ。フィグってイチジクって意味ですよね。はい、ダークフィグ。ちょっと開けてみますね。唇がね、私荒れやすいんですけど意外と荒れなかったんですよ。あ、こんな感じ。でうちの母親にはなんかね、あのいらないのあったらちょうだいって言われていたんですけど、かわいそうだから新しいの買ってあげました。はい、ちょっとね綺麗に開けてお見せしたいかなと思います。母親には01番の欲望の塊。そう、面白い名前なんですよね。はい、ケースはね、あのシンプルにケイトって書いてある黒の。でもねコンパクトでいいですよ。あ、こういう色でした。まあ無難なカラーかなと思ってこれにしました。はい、で今からちょっとつけてみたいと思います。今つけてるのが、あ、そうだ、今もうそうだ持ってんだ私。今は、今日はあのお出かけじゃないんで薄めにつけてるんだですね、今持ってるのは。あれちょっと似てる？嘘。あ、ちょっと違うか。あ、びっくりした。同じのようなの買っちゃったかと思った。これが新しい方、これが今使ってるやつですね。あ、そうそうそう、これ買った時はもう赤いのが欲しかったんですよ、渋めの。これつけてみようかな。今ちょっとティッシュオフしますね。ティッシュオフしてちゃんと色出るかわかんないんですけど、まあ、ご参考まで。私日本クテーラがありやすいんで、落ちないやつって言うとあんまり抵抗あったんですけど、これはねあんま荒れなかったですね。ちょっとまだこのぐらい色ついてますけど、まあ、ちょっと塗ってみますね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、はいはいはい、うん、もっと暗っぽいかと思ったけど、私の唇がまず今赤いのと、あ、でもね、あ、いいよ。うん、うん、渋い渋い、いいいい、わかります。うん、なんか落ち着いた大人の女って感じ。はいはい、それではですね、今からですね、今日は子供たちもいるのでクリスマスツリーを飾るのを手伝ってもらう代わりに、ケンタッキーをママがご馳走するよって朝家族のグループラインに送ったら、息子からやりますって返事来たので、あのケンタッキーを餌にちょっとツリーをね飾るのを手伝ってもらいたいと思います。はい、小さい時はあの子供たちのために飾ってたんですけど、今はもう
自分のために飾ってます。はい、それではケンタッキーに行ってきます。トクトクパック、はい、何ピースのパックでしょうか。4ピース、6ピース、8ピースのパックございます。こちらの高さからお選びください。あ、そっか、じゃあ8ピース1つと8ピースのパックは都会のメニューが4個つきます。はい、お願いいたします。ビスケット、はい、ビスケットの1つ1つ、あ、ビスケット4つ、ビスケット4個で、はい、はい、かしこまりました。はい、それにプラス、はい、4ピースのトクトクパックも入れたいんですけど、はい、はい、以上で、はい、ごメニュー2個お願いします。はい、ポテト2つ、ポテト2個で、はい、かしこまりました。はい、その他のメニューもございませんか。あ、大丈夫です。すいません、レシートの前に8ピースのパックと4ピースパックでございます。サイドで。これ何？あ、ビスケットも入ってるのこれ。ビスケットもサイドなんだ。すげえ、うまそう。はい、こちらが4ピースのトクトクセットと、あとこちらが8ピースのトクトクセットですね。すごい。12ピースです、合計。はい、もういかず。こんな感じ。大食いかず。このままのところで、私が大好きなビスケット。ビスケットをみんな好きなので4つ最後でつけました。いい、ね、うん、食べて食べて。いただきまーす。うん、おいしい、おいしい、めっちゃうまい。ケンタッキーでご飯食うのすごいね。え、ケンタッキーでご飯これさ、一緒にしちゃうか。パズになんのかな。好きなパーツ食べてください。食べます。はい、うん、うまっ。おいしい。ここにビスケット乗せちゃおうか。クリスマスすごい、予約しないと買えないんだよ。もう予約始まってたよ。でしょ、ケンタッキーの1年に1回半端じゃないロケだよね。だからもう書き入れ時じゃない。一番儲かる。うまっ。なんかケンタッキーってワクワクしない。うまっ。美味しい、うん、で、パパどこのパーツ好き。俺今食べたとこ。どこ今って骨いっぱいあるとこ。これ違う、うん、あの大きいやつ。そう、これこういうとこ、こういうとこ、うん、あー、あの好み分かれるよね。これいっぱいあって食べづらいとこ。ラッキーのポテト結構好き。あ、ほんとふにゃってしてない。結構好き。で、可愛くないこのピン、クリスマスのパッケージ、可愛い。ここに置いとこう。ケンタッキーポテトうまいね、結構。モスのに似てる？モスと違う？なんか芋っぽい。うん。あ、芋感強い。さっき新しいリップ買ったの。かわいい。リップモンスターのケイトの。ちょっとさっきね、車の中でつけてみたから。なんかめっちゃ濃いね。今日の普段着に合わないけど。うまい？結構お腹にくる。くるよね。何個食べれる？私結構1個で。ぴったりいっぱいだ。そう、私ね、結構ケンタッキー食べれないから。そんなに食べ。だからさ、すっごいエミリンとかいっぱい食べるじゃん、動画で。すごいなと思うの。あとミリタンもすごい食べるんだよ。
美味しい。美味しくない？え、どうしよう。スーパーもらいます。私ね、やっぱこういうとこかな、こういうとこかな。これもちょっと違うんだよね、このちっちゃい。 ここもちょっとあっさりじゃない？ここ、ここ胸のとこがパンチあんだよ。うん、これはこれ足だ。うん、俺はこれが好き。これいっぱい。だからそこ食べなよ。これは違うの、これまた違うね。こっちがちょっと遠慮してそれ食べたの。一発目大きい食べたから。はい、私はこれをいただきます。俺久しぶりで、俺そんな大きい量ばっかり食ってたの。誰もそんな食べれないからいい。あ、それそれ、そこに言わない。うん、え、これは大きいかな。うん、ただ骨結構あっから取っとる。ただこう骨を取りながら食べるのがうまい。うん、おいしい。このさ、周りの衣が美味しいよね。いや、そんな食べれない、ケンタッキー。うん、ビスケット食べな。おい、うん、意外とケンタッキー食べれない。マックのも食べれない。美味しい。これ食べようかな。ちょっとここじゃ、じゃあビスケット食べます。これさ、昔も大きかったよね。あ、これさ、こんなだったよね。ビスケット、これちっちゃくなった。リオちゃんがやった食べ方あったよね。ビスケット挟むの？こんなちっちゃくなっちゃった。カジサックのほら、リオちゃん。リオちゃんどういうふうに食べた？チキンここに入れて。これでけなくて。え？本当？これでけなくて。もちろんもちろんもちろん。食ってよ、俺大きいの。私と食べれないの、そんなに大きいの。うん、私これと1本足ぐらいで、やっぱり12ピース調子よくない？ 16 ピースにしようと思わなきゃ。普通さ、4人だったらさ、8ピースぐらいが普通の家族じゃない？うん、確かに。これ8ピースなの。やべんだよな。うん、足りないよ。ディズニー行ってもさ、一人一人さ、一つ頼んでも、もう1個頼んだりしてさ。うまっ。いいんだよな。クリスマスがやってくる。確かに3つ目ちょっと。昔何個食べた？ほんときつい。ああいう子食ったんじゃない？でもこの子だよね。あ、すごいよ、ミリタンとか。一ケース食べれる？食えない。何個食べるの？おミリタン。え、このぐらい食べるよ。全然食べるよ。このぐらい食べるよ。ああいう好きそうなのって、パイの中にビーフシチューとかチキンクリーム、あれやってるよね。うん、ただ昨日うちシチューだったから、それとコールスローだとポテトのセットとかもあった。違うと、ケンタッキーのトルティーヤ巻きとか好き。わかる。コールスローってチンスターでしょ。うん、うーん、待って、きつ。1個でしょ、1個でしょ。あ、2個か。うーん、何食べ過ぎた。絶対きつい。結構早い決まるんだよな。ケンタッキーってそんなに食べれないもん。結構余ってたの。マジで？牛肉とか言いに来た。ああ。ああ、巨人なんくせえでしょ。2時20分。大丈夫？一回やめてゆっくり食べないと。クリスマスツリー何時からやる？おすすめでした。ほんと？じゃあ3時からやろう。今年早くない？クリスマスツリー早くしたの。いつも遅くて少ししまったのもったいないから。あー、パンチ効いてるわ、ほんとに。やっぱり食べれますか？3つまでだ。はい、ビスケット食べます。うまい。大好き。このね、ビスケットの香りが車の中に立ち込めてすごい幸せだった。美味しいよね、ケンタッキーのビスケットって。スコーンよりもさもさしてなくて。スコーンだ、何だなと思ったら。でもスコーンよりなんかもさもさしてないんだよね。もっとこんなあったよね。あった。本当にこれだったらちっちゃくなってびっくりしてる近年。メーポー。でも値段は変わんないというか逆に上がってるからね。美味しいよね。いただきます。めちゃくちゃ入ってる。うん、やっぱ美味しい。これ美味しいんだよな。で、甘いのとしょっぱいの。今年クリスマス何作る？何食べたい？牛タン。
うん、年末でしょ、年末にするでしょ、1個でやめとこうかな。何日系、うん、取っとけばいいじゃん、うん、後で食べてもいいし、ただキープしとかないとだからな、ね、ほら結局もうないよ、ネズミチュチュって持ってかれっから、うん、ネズミからネズミって言ってもいいじゃない、ネズミ、ネズミだけ、大ネズミカピバラ、うん、台所ごそごそするのね、すっげえ食ったな、3つでやっぱセブンイレブンのカフェオレ、でもこの甘いのは食えちゃうんだよね、うん、パパも好き、はいながら食ってんだもん、美味しいよね、こんなになりながら食う人いる、こんなに苦しそうな顔してさ、パパも昔そうだったよ、そうだな、はは、ね、アホなんじゃねえか、どこの部位好き一番、あーほんと足、うん、うまっ、美味しい、サイドメニュー、うん、ビスケットは牛乳じゃない、わかる、おいしました、カフェオレも合うよ、カーネルさんだって、うん、いろんな商売してて、うん、若い時からいろいろ商売してたんだけど、うん、うまくいかなくて、うん、このフライドチキンを50過ぎに始めたんだってよ、うん、え、それで上がったの、そうなの、うん、え、当たり前だけどアメリカ人、うん、なんかで読んだ、たまたま生まれたの、その味が作ろうと思って作ったの、うん、どうなんだろうね、作ろうと思って作ったんじゃないの、パパってそういうサクセスストーリーの物語好きだよね、大好きなんていう映画だっけ、はい、 あと3時になったらやろうね、釣りちょっと私、ね、このぐらいでやめとこう、あれよ、胸食べちゃダメよ、うん、私胸が一番残んのよ、腹に、私ね、一発目胸行きがちなの、するとさ、この贅沢食い、俺あの胸の途中の時こんな食い方したことねえぞ、骨まであれして食ったの、今時のあの中華カメラもっかいから骨もある、大変な食いが知らないの、うん、軟骨うま、軟骨あった、うん、あるよ、うん、おはよう、こういう分かってねえの、こういうとこ美味しいのよ、カリカリして、あー絶対そうだよね、うん、まだ多いね、あの俺ファミチキとか食ってればいいやケンタッキー早いまだクリスマスお父さんに届けようかな、ケンタッキー好きだから、食ってたのこの間も、お父さんがケンタッキー好きだって最近知ったのお客さん紛れにレバー2つ食ってた時目の前で見て食うなぁ思って、食べるから元気なんだよ、うん、やっぱりね、食べる人は元気、本当にそう思うよ、だからうちらも元気だよ、元気じゃなきゃ食べれないし、やっぱり肉だよな、キーワードは、うん、肉食べる人は元気だね、だって5月そうじゃん、肉好きは決まって元気だよ、うん、あと意外とジャンクね、うん、普通にジャンク好きな、あれもだよね、足なすのおじいちゃんね、そう、おじいちゃんも好きだし、ちぐさやのおばあちゃんも好きだし、あと、和食食べれる時よりさ、うん、ああいうもの食べれる時の顔の方がいい顔し食ってるよね、足なすのおじいちゃん、うん、あと瀬戸内寂聴先生もマック大好きだったからね、やっぱりだから何でも美味しく、そうだね、食にもこう貪欲な方がいいってことよ、だバランスよくさ、バランスもある程度考えた、うん、食べれればさ、うん、なんかいろいろがこれはダメあれはダメって言うじゃん、でもにかえってストレスだよな、そうそうそう、でもあれはこれダメは、私あれはダメこれはダメって分かるんだけど、うちのおばあちゃん99歳まで生きたけど、あれはダメこれはダメで食べてなかったの、家族みんなで住んでたから、何でも食べたし、え、じいちゃん 96?99、 99まで生きたの、そうだっけ、もうちょっとで100だったさ、え、97じゃなかったらいいじゃん、99だけど、うん、私たち食べてるものも何それ、うん、少しもらうかなって言ってたでしょ、なんだかんだ言ってピーちゃんも食ってたよね、いろいろ、いろいろなんだかんだ食ってたなんだかんだ言いながら、ね、何言いながら、何あんまり食べないことが美徳の対象生まれだからさ、食べてることが恥ずかしいみたいなやつだけど、でもなんだかんだ言って食べてた、なんかもうちょっと食いたくなっちゃう、ミット、そうなのよ、まあ、これ見て、これこのカバンとか、もう残量このぐらいになりましたよ、はい、まあこのぐらいは食べるでしょ、うん、ね、汚いあそこ、本当だ、ケンタッキーって手汚れるね、一番ちょに待ったよな、一番ちょ、うん、あのコーラソーのあれだよ、今ないっけ、ないよ、
ケンタッキーってなくなってるよね。南町通りも、私の青春の思い出、南町通りのケンタッキー、あそこに会社帰り、いつも友達と行ってさ、コールスローとビスケット食べてた。好きで、俺小学校の時チキン食べないの。小学校5年6年ぐらい、親父が連れてって、うん、ケンタッキーフライドチキンってなっから連れてくからっつって、うん、びっくりした。初めて食ったわけ、美味しくて、うん、びっくりした。そういうの早かったよね。うち全然そういうの食べたことない。あれマックも割と早かった。その前ドムドムじゃない。仙台ドムドムバーガーを私さ、せいちゃんのお母さんが買ってきてくれて。でもまだあんだよ、ドムドム。あるらしい。どっかにあるって聞いたよ。仙台じゃないよ。ないよね。ドムドム。小学校4年生ぐらいに初めて食べてびっくりしたの、美味しくて、うん。ハンバーガーってこんなに美味しいんだと思って。ドムドム、サンディーヌ。うん。あとさ、あ、サンディーヌ。駅前の東宝の脇にさ、ファーストキッチンだったの分かんない。あったあったあった。あそこのハンバーガーがさ、うん、50、100円。うーん。ハンバーガー100円。ソフトクリーム50円だったの。うーん。だから小学校の時とか、あのサッカーショップに行った帰りさ、みんなで行ってさ、うん、ハンバーガー2個にソフト1個だって250円じゃん。俺らにとって当時250円したら大金だから、ね、みんなでいきなり食ったな。あれ嬉しくて。エンディング？俺もいいの？うん。はい、どうでしたか今日のケンタッキーのお味は。美味しかった。美味しかったですか、うん。これでね、4000円ちょっとだったから1人1000円ぐらい、ランチおさまです、すいません。ええー、そう、松尾まで行ったわけじゃないんですけども。まあいろいろと年末年始、あのいろいろイベントあると思うんですけれども、皆さんはいかが、どんな計画立ててらっしゃいますか。はい、はい、我が家のクリスマスはどんな感じで。全然決めてないよ、1ヶ月も先の。何するって、でもケーキとなんかちょっと作って、うん、適当、適当やるか。あと年末は、大晦日は今年は初我が家で家族で年越しをすることになったんです。はい、あのターのね、お母さんもやっぱりいろいろ準備大変になってきたんで、年齢的にも、あとお姉さんも一緒にいて、お姉さんにもね、いつも迷惑かけてるから、今回はうちに来て、ね、今年はあの息子が牛タン食べたいとか、あといつも食べてるお刺身盛りと、あとはあのお母さんがすき焼き、お肉好きですき焼き食べてるからすき焼きにして、うん、いいね、すき焼きとかさ、そういうのでいいよね。あとはなんか娘が好きだからグラタンかなんか作って、なめたないのちょっと寂しい気はするけど、でも、ね、神様にあげる。仙台はね、なめたガレーっていうカレーを煮つけを、もうその時期値段バーンって爆上がりするカレー。でも仙台でもさ、なめた食べて年越しする人も減ったんじゃないの、随分。高いから。高いから。高い年高いから。だから前もって買っといて、冷凍して食べる人も多いよね。あれ、あの年末の時期、ただ亡くなったお父さんがなめた大好きだったから、もうなめたは絶対なのね。お父さんにあげればなめたで、あとは私たちはなくてもいい、高いとか安いじゃなくて、あんまりごちそうって食べれないんだよね、魚までね。こんなだからな、そう、なめた仙台のね、なめたこんな。でもね、あれよ、仙台でも、はい、はい、中途半端タイミング。なので、あのそんな感じで今回は新しい試みをして、でお正月お餅食べて、その感じも動画に撮れたらいいなって思ってます。はい、この時期はね、あのちょっとウキウキしますね。あのこういうケンタッキーのパッケージとかもクリスマスで、パパもクリスマス好きだよね。そうだよね、昔から雰囲気ね、好きだよね。別にクリスマスのはあれだけど、雰囲気がいいよね。なんか浮かれた感じね、みんなが浮かれて、浮かれ野郎どもが多くて、そうそう、浮かれポンチキンな。自分もだけどさ、関係ないよね、年齢。結構年取っても浮かれ気分になるよね、何しなくてもね。ちょっと長くない？ない。あ、そうですか。そういうこと言うと、ちょっとさ、いやもういつ終わんの、いつ終わんのって、もう音楽流れてるでしょ、だってこの時点で。タラッタッタ、タラッタ、チャンチャンチャラララ。もう、え、これどうよ。じゃあね、ありがとうございました。またねー。